あの頃、私はいつも一人だった。おい、何見てんの？いや、ちょっかい出すとまた殴られるぞ。三好さん、次美術の教室やけん一緒に行かん？行こう。先に行こう。あ、うん。あいつ感じ悪いな。行こうぜ。じゃあグループを作ってみんなで朗読してみようか。てつや、起きろよ。おーい、三好が待ってるぞ。三好も仲間に入れてやれや。え、人と話すのも怖いの？人が怖いんじゃなくて、何を話したらいいか分からなくて怖いんです。それじゃあいつまでたっても友達できないよ。何かきっかけがあればいいのよね。きっかけか。ドーン！みんなに提案があります。今日からこのノートに三好に対する質問やメッセージを書きます。そしたら自然と相手のことが分かって仲良くなれると思わんか？さあ、早いもん勝ちやぞ。三好と仲良くなりたいやつはどんどんこのノートに書き込め。やめてよ。ドーン。当然行くんだよね、オーディション。受かったらアイドルってこと？行くべきだよ、絶対。え、絶対なれるって。行って、すごい。ねえ、あ、すごい。女の子乗ってんじゃん。あ、それそうやろ。すごい。すごい。そこには先生からの書き込みしかなかった。いいや、友達なんて。これやるわ、面白そうやん。まあ、付き合ってやらないこともないです。周りくどい言い方すんなよ。じゃあ、今晩な。ねえ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 、楽しそうな話やな。くんなよ、うど。いいや、トサカ。あ、トサカじゃねえよ。お前、仲間入れてくれや。なんでもないです、なんでもないです。そうか、マミが変ならいいけどな。あれ、なんでここに？友達と美味しいうどん屋は思いがけないところで見つかる。またあの先生か。ん？今日の夜、教室に行ってみんなを助けろ。先生の見回りってまだやんな。ええ、見つかったらやばいですよ。早い、やってしまおう。ワクワクするな。
俺もテンション上がってきたわ。バカじゃない。何やってるんだろう。哲也君、指示下手すぎですよ。そうです。帰ろう。間に合えわ。男前な幽霊かと思ったら俺やないか。ああ、びっくりした。教室あれ、何も来らんやん。ああ、やっぱな。信じる方がどうかしとるわ。言い出しっぺが何言ってるんですか。三好さん、なんでここおるん。来るよ。え、先生が来る。ええー、遅くない。消した。行こう、行こう、いいから行きましょう。うわあ、さあ、ウドの野郎。ごめんな、三好さんまで巻き込んでしもって。三好はなんでこう思ったん。教室に忘れ物しちゃって。ついてないですね。あれ、私普通に喋れてる。なあ、今日私たちここで何しとったと思う。言うなよ、ナミ。タヌキ様。タヌキ様？そう、学校の七不思議でな。なんか夜の教室でたぬき様にお願いしたら叶えてくれるんやって。こいつが。だから言うなっても恥ずかしいやん。結局何も起こりませんでしたけどね。どうしたん。私と友達になって。っていうか、お前そんなでかい声出せたんやな。もう友達やで。その夜の出来事がきっかけで、私は大きな一歩を踏み出すことができた。でもノートに教室に行けって書いたの。うどん先生やろ。きっと先生、あの晩私たちが教室に忍び込むこと知っとったんよ。仲良くなるきっかけを作ってくれたってわけやね。あの頃人と話すのが苦手やったのに、今やさ。皆様、本日は夢紀行をご利用いただきまして誠にありがとうございました。本日の宿泊先、高松国際ホテルに到着いたしました。どうぞごゆっくりとお過ごしくださいませ。本日は誠にありがとうございました。頑張ったよ。うちの息子の嫁にどうかな。すっかり変わることができたんは先生のおかげやって感謝しとる。でもあの先生、確かにされてるところがありましたよ。え、まだなんかあるの。ええ、実はあの頃僕は カンニングの常習犯だったんです。ええー